それでは今回は地頭力を鍛えるについて解説していきたいと思います。地頭力とは何か、結論から考える、全体から考える秘訣、地頭力の3つのベースについてそれぞれ解説していきます。頭がいい人には3種類います。あなたも考えてみてください。あなたの中で頭がいいって人はどういう人なのか。第一は記憶力が良くて何でも知っている物知りの人です。物知りの人っていうのは頭がいいです。クイズ王だったり語学の達人などが該当します。第二は人の気持ちを瞬時に察知して行動できる気が回るタイプの人です。コミュニケーション能力が高くて他人の気持ちを先回りして理解できる、感情に訴えることも得意なタイプです。テレビ番組の司会者、コメディアン、優秀な営業マン、彼らが当たります。最後のタイプが数学の問題やパズルを解くのが得意な、考える力の強いタイプです。これをこの本では地頭がいいタイプと定義しています。言い換えるとあらゆる問題解決をする上での基本となる考える力が地頭力です。地頭のいい人材っていうのはどんな分野に取り組んでも知識の習得が早くて高いパフォーマンスを発揮することができます。しっかりと地頭力について学んでいって考える力っていうのをどんどん伸ばしていってほしいと思います。地頭力を鍛えるための考える力の2つのポイントについて解説していきます。1つ目は結論から考える仮説思考力です。頭のいい人っていうのは仮説力っていうのを持ってます。結論から物事を考えます。仮説思考のポイントは3つあります。今ある情報だけで最も可能性の高い結論を想定すること。2つ目、常にそれを最終目的地として強く意識すること。3つ目、情報の精度を上げながら検証を繰り返して仮説を修正して最終結論に至る、このような思考パターンのことです。限られた時間、情報の中でベターな結論、結果を出す考え方ってことです。仮説思考ではとにかく今ある情報で仮説を立てるってことが大事です。仮説思考を持ってる方、その人は何を意識しているのか逆算して考える、これらをしっかりとすることです。入り口から出口を考えるんではなくて出口から入り口を考えることです。最終目的地から遡って考える、この遡るっていうことが重要です。例えばあなたがある期間内に調査結果をまとめるプロジェクトのリーダーに任命された、あなただったらどうしますか。逆算して考えれる人、仮説思考力がある人であればまずプロジェクトの最終報告について考えます。今何やるかとかではなく誰にどんなメッセージが伝わればよいか、これを初めに想定しておくことで最も効率的にプロジェクトの結論を導くことが可能となります。仮説思考力を身につけたい方はゴールから遡って今何やるべきかを考えるってことをやってほしいと思います。2つ目、全体から考える、フレームワーク思考力です。ポイントは3つあります。全体から部分への視点移動、切断の切り口、分類、この3つが重要です。全体と部分への視点移動の話はマクロとミクロと置き換えることができると思います。僕の YouTube 図書館では10分で1本の動画を撮るっていうのがマクロの話です。ミクロの話っていうのは10分の動画を撮るときに5個伝えたいことがあったときに2分 ×5 で10を構成する、これがマクロとミクロの視点の移動です。全体から部分への視点移動です。地頭力がある人っていうのは必ずマクロの部分とミクロの部分っていうのを切り分けてうまく視点移動しています。そして2つ目っていうのが切断の切り口です。分かりやすく言うと断捨離です。もし僕がこの動画で伝えたいことが8個あったとしたら 8×2 分だったら16分になります。10分超えちゃうってことは捨てるとか切る作業が必要です。3個捨てて5個解説を取る、これっていうのが切断の切り口です。何を話すかよりも何を話さないか、この切り口をしっかりとすること。そして3つ目が分類です。5個のうちを分類します。地頭力の定義を話す、地頭力がなぜいるのか、地頭力をつけるための3つのポイントなど、しっかりと情報だったり仕事っていうのを分類することが地頭力の高い人です。続いて地頭力の3つのベースについて解説したいと思います。この3つ必ず持つ必要があります。論理思考力、直感力、知的好奇心です。論理的思考力がなぜ重要なのか、きちんとつながった話をすることはコミュニケーション、ビジネスの基本だからです。みんなに理解されるような文章を書ける、人前で話せる、これっていうのは確実に必要です。誰でも自分の話していることって一貫性があると思い込んでいるんですけど、実際は話が飛んでいることが多いです。論理的思考力を鍛えるためには自分自身の思い込みを捨てて客観的に話が一貫するように整合させなければいけないです。ディベートをする、プレゼンをする、論文を書いてみる、文章を書く、トークの練習をしてみる、論理的に話せる、書けるようにトレーニングしてほしいと思います。また論理的思考力とのペアとして直感力を求められます。論理では響かない人っています。
ます。感性とか感情、エモーショナルな文章だったり表現力っていうのが必要です。ロジカルだけではなくてエモーショナルなトーク、文章っていうのをしっかりと磨いてほしいと思います。そして最後は地頭力のベースとして最も僕は重要だと思っています。知的好奇心です。学びたいっていう好奇心がない人っていうのは頭が良くないです。考えられなくなります。そして知的好奇心には2つあります。知識への好奇心、フォワッツ型と問題解決への好奇心。あなたはどっちが大事だと思いますか？知識が大事って言ってる方は残念ながら正解ではないです。フォワッツ型の人っていうのは情報や知識を吸収することには貪欲なんですけど、答えを知ってしまった途端に安心してしまって、それ以上に物事を深く考えない傾向があります。学びを成果に生かせない人です。フォワッツ型の好奇心っていうのは時には有害になると、そう考えてください。ぜひともホワイ型の好奇心を持つことです。問題解決への好奇心です。今のこの問題を解決するためにどんどん知識を学びたい、学びを成果に変えるためには問題解決への好奇心を高めるってことをぜひやってほしいと思います。それではまとめいきたいと思います。頭がいいは3種類あります。記憶力が良く何でも知っている物知りの人、人の気持ちを瞬時に察知して行動できる機転が利く人、数学の問題やパズルを解くのが得意な考える力の強いタイプ。この動画で取り上げているのは考える力です。地頭力です。未知の領域で問題解決をしていく能力です。今のように将来が読めない時代においては考える力っていうのは何よりも重要です。地頭力を鍛えるために2つの思考力をしっかりと持ってほしいと思います。仮説思考力、今ある情報だけで最も可能性の高い結論を想定する、逆算から考えることです。情報が少なくても結果を出す、結論を出すことを強く意識することです。とにかく今ある情報で仮説を立てるトレーニングをしてください。続いて全体から考えるフレームワーク思考力、全体から部分への視点移動、マクロとミクロ、全体と部分の視点を持つこと、そして切断の切り口、何を話すかより何を話さないか、断捨離の要素をしっかりと持つこと、そして分類です。情報をしっかりと分類することが大事です。そして最後は地頭力の3つのベース、論理的思考力、直感力、知的好奇心。論理的思考力、ロジカルなことができないとダメです。文章を論理的に書ける、人前で論理的に話せる。そして直感力です。理論とか論理だけでは動かない人がいます。感性とかエモーショナル、感情で人は動くってよく言われます。直感力っていうのも鍛えてほしいと思います。そして知的好奇心に関しては知識への好奇心と問題解決への好奇心、この2つが存在します。フォワッツ型ではなくてホワイ型、問題解決をするために皆さん勉強していると思います。どうしたらこの問題解決するのか、どうしたら目標は達成するのか、ホワイ型の知識っていうのをしっかりとつけて考える力っていうのを養ってほしいと思います。この動画見ていただいて感想、気づき、コメントあればメッセージお願いします。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。